裁判を始めます。裁判やりましょう。異議あり。異議あり。何ですか。おい、もうやめろ。もうええか。もう本当に異議あり。異議あり。違う違う、あの本当になっちゃうからやめましょう。先生、すいません。決定しました。指を上げすぎるとカメラに顔がかかるんで、次の機会にお願いします。次の機会に人数で戦いましょう。分かった。もうあっち4人くらい立って先生、俺たち先生は片付けしたいから帰っちゃった。本当だよお前、片付けしなきゃいけないから行けませんって言われた。無理やり呼んできたのにお前、なんで帰るの。先生、もういいから。先生、いいから、片付けを。もういいから、いいから。先生、死ぬから。オッケーオッケー、もう来ないでね。オッケー。12月3日相撲でしょ。ああ見たか、あいつ相撲でしょ。とんでもないやつだぞ。相撲でしょ。でしょ、相撲レスラー。裁判相撲っていう。裁判関係ない。裁判はいいんだ、もう分かったか。裁判相撲だ。もう普通のタイトルマッチやろう。もうただの不祥事みたいな。あのもうセコンドとかつけないからね。あのリュウさん来させないから。タイマ力士もういいよ。もう相撲はネタいっぱいあるけど、もういいんだよ。やりたいのは分かるけど、やりたいんだよ。やりたいのは分かるけど、もう次にしてくれ。分かった分かった。あいつらな、めちゃくちゃ強いけど、でかいし強いけど、そういう相手俺たち絶好の相手じゃないか。一番得意な相手は一応は不祥事力士か。え、一応は樋口、一応は樋口、そっちの樋口じゃないんじゃん。殺虫の方じゃないんだ。あれなんで相撲だろ、不祥事樋口一応関係ないやろね。大麻かい、大麻かい。違うよ、普通にプロレス転向しただけだろ。もう裁判に持ってくな。俺たちがプロレスで何かやらかした警戒。違うんだよ。違うかい。そっち違うの。なんか MMA の方に流れてくるんだよ。 MMA の方じゃない。あんまりそれも言うように俺が言ったみたいになってきてないぞ。とにかくなんか背中にモテたと書いてある。それはあの剥がれるやつだ。あ、違う、剥がれるあれタトゥーだとか。なんか違うんだよ。風みたいな名前の、台風みたいな名前の、あの台風みたいな、サンドな感じの、サンドな感じ。もう言わすな、もう言わすな。12月3日俺たちがバサラのタックの力を見せてやる。やったぜ。裁判じゃないからだ。よいしょ。裁判じゃないぞ。裁判じゃないけどサイバーではあるでしょ。あっちはな。おお、今最後うまかったんじゃね俺。